チャイニーズハムスターは、モンゴルキヌゲネズミ族に属するネズミの一種である。和名はモンゴルキヌゲネズミ。ハムスターの中では小型であり、ジャンガリアンハムスターなどと共にドワーフハムスターと呼ばれる。原産地は、南シベリアから中国北東部、朝鮮半島。モンゴルハムスターと呼ばれることもある。体長は、約9から12センチメートル、体重は、 約30から4 0ム。細長い体つきの外観が特徴。おなは2 8トルから3 1トルと、ハムスター類で最も長く、物をつかむような機能も持つ。人に慣れやすく性格は穏やかである。毛色は茶色が多い。子供は一回で、平均6匹ほど産む。複数害も可能だが、発情したオス同士を複数害すると喧嘩をするので。 注意が必要である。他のハムスターより、高低差のバランス感覚が良く、高いところにも登るため、刑事の脱走管理や落下にはより注意が必要となる。他のハムスターよりも尾が長く、回し車ではあまり遊ばないとされている。また、他のハムスターに比べオスの睾丸が,が発達し、大きくなることでも知られる。このため、チャイニーズハムスターを知らない人は、 獣医ですら使用か何かの病気と勘違いするほどである。北京の夜店に売られていたネズミを祖先にすると言われている。日本には1959年にアメリカ合衆国から輸入された。過去チャイニーズハムスターはより飼育しやすいマウスやラットといった動物が利用されるようになるまで一般的に利用された実験動物であった。しかしながら、 チャイニーズハムスターの卵巣細胞にタンパク質を作るための遺伝子を入れることでかなり多くのバイオテクノロジー薬品が未だに作り出されている。ちなみにアメリカ合衆国のいくつかの州のようにチャイニーズハムスターは害獣とみなされているためその所有や飼育、販売に許可が必要なところも存在する。ノーマル色のチャイニーズハムスター背中は茶色で縦に濃い、線があり、お腹は 白ノーマルカラーと違い、背中の茶色が薄くなっている顔は他の色と同じで茶色だが、背中の茶色はブチ模様になっている毛色がすべて白。目が黒いのでアルビノではないペットショップで売られているチャイニーズハムスターはノーマルかシルバーが主である。ABCDEFGH 学校飼育動物の診療ハンドブック。日本獣医師会。 2019年11月13日閲覧。ありがとうございます。